YouTube ライブで出ます。お、出てる。行きましたかね、はい、ということで、はい、行きたいと思います。はい、どうも。剣道三段五段のべしゃり稽古、よいしょ。振り足、振り足、振り足、イエーイ。さあ、はい、ということで、ゲストに来ていただきます。はい、ということで、本日のゲストは、はい、TOKIO の永瀬智也さんでございます。あ、どうも。あ、TOKIO の永瀬智也じゃなくて鈴研です。お願いします。よいしょ。しっかりとウエストゲートパークのこの永瀬さんにちゃんと寄せてきてます。めんどくせえめちゃくちゃノリノリじゃないですか。めちゃくちゃノリノリだよ。やっと出れたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかチャンネル、はい、ちゃんとチャンネルチェックしてるんで、はい、あ、ありがとうございます。はい、はい、鈴研さんも YouTube でチャンネルを持ってるということで、まあ、あの、はい、ちょっと剣道三段五段さんのライバルとしてやってる。いや、全然路線違うと思いますけどね、はい、剣道やってないですもんね柔道派ですか五段さんがよく言うセリフ鈴研さん、最近どうなんですか、元気なんですか。もう、はい、元気にクズやってますよ、本当に、はい元気にクズが一番難しいですもんねなかなかできないからね。元気に、はい、なかなかクズはなかなかできないですけど、やっちゃってんすよね、はい、普通申し訳ねえ、申し訳ねえでクズやるんですもんね、普通はそうそう、どう胸張ってクズやってます、本当にすごいね。体調とか大丈夫？そうっすね、体調っていうよりも、はい、体重がちょっと増えてきて、はい、ちょっとモノマネやる身としてはちょっと致命的なんで、今意識して、はい、この仕事がなくて金がない中、ダイエットグッズを5個買いました。はい、なんでなんすか、なんでクズ、元気なクズがなんでダイエット用品買うんですかもっと食べないと。いや、だからクズだとはダメですけど、元気があるんで、体が、なるほどね、はい、すごい、はい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 、早速来てます。姉丸さん、丸姉さんです。こんばんは。こんばん、こんばんは。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。アトモさん来てます。こんばんは。いらっしゃいませ。いいね、永瀬さん入った。今ちょっと五段さんもこれ対抗してモノマネやった方がいいんじゃないですか。あ、全然全然僕なんか言われたらすぐやりますんで、なんか誰でもいいですよ。あれ、五段さん言われたらすぐできるんですよ、僕モノマネ。すぐやります。ちょっと待って振りもしないし、はい、もしかしたらあれ2人ともフリーズしたのかなと思ったの今なんかごめんなさい、めちゃめちゃ後輩なんですけど、あえて泳がしちゃいました泳がすな泳がすな、誰が北島康介やねん。僕も芸歴10年ですけど、はい、何も浮かばなかったです興味ないのかな、先輩に対して興味がないのかな、興味がごめんなさい、コメント進んでおります、はい、丸ね、はい、姉丸さん、またお邪魔します。ありがとうございます。アトモさん、永瀬さんだ。あ、どうも、めんどくせえ。嬉しいね。永瀬さんファンからしたらめちゃくちゃ今の嬉しいね。リアルタイムでモノマネしてくれるわけよ。ああ、そういうことね。はい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 。すごいね。言ってほしいフレーズとか。そうそうそう。皆さんね、どんどん言ってくれたら。あれ、鈴研さんはチャットコメント見れます？あ、見れますよ。はい。無視しますけど。了解です。悪いな。あ、鈴木さん、室内なので帽子取った方がいいんじゃないですか。大丈夫ですか。モノマネしてんだよ、モノマネ。全然分かんなかった。それで、三段さん、ごめんなさい。はい。背景は今日何でしょうかね。いつも背景、いつもいじってますけど。すみません、これ、5年前の僕です。老けたね。この時めっちゃ若いじゃん。なんかそうですね、張りがありますね。いや、今の方がいいけどね。なんかちょっと調子乗ってる感じがありますよね。
まあ今も乗ってるけどね。そんなこと、もう24ではもうそんなことないです。はい。さあコメントがいっぱい来てます、鈴木さん。お、はい。アダムさん、こんばんは、新しいファンです。こんばんは。こんばんは。こんばんは。石木さん、ファットマンさん、バスタオルのモノマネ希望。バスタオルのモノ、あ、これ五段さんじゃないですか、多分。これはね、五段さんお願いします。あ、わかる、いつでもいいですよ。吸収力抜群です。先生、モノマネ、モノマネお願いします。え、鈴木さん、鈴木さん。はい、今のは結構いい方だと思います。すみません。あの、ごめんなさい。はい。ギャグとしては100点でした。モノマネじゃなかったですけども。はい。ジャンルが違ったかもしれないです。三段五段ってそんな慣れ合いなんですか？あ、すみません。慣れ合いで1年2ヶ月やらせてもらってます。すみません。すげえな。はい。倉橋庄司さん、商談したら名前変えますか？あ、なるほどね。あ、確かに。変えないですよね。なんかチャンネル名変えらんないですもんね。うん。変えずにいけますね、多分三段五段で。変えよう。変えよう。あの、鈴木さんに関しては、三段五段全然心配とか何もないじゃないですか。はい、いや、心配でしかないですよ。はい。ちなみにどういったところが心配ですか？あの、チャンネルが、まあ、ちょっとこう移行して、はい、あの、めちゃくちゃ叩かれてるときすごい心配してます。すいません、あの説は鈴木さん、はい、ガチで相談してすいませんでした。ガチで鈴木さんに相談しました、すいません。あ、ガチであのシーズンが一番面白かったです。はい。裏笑いの方じゃないですか。であのチャンネル登録が徐々に減ってって、はい、で増えてきちゃったじゃないですか、はいはい、この辺から見るのやめました。はい。人の不幸はね、やっぱ楽しいですからね、うん、やっぱこの下がってる時のコメント、叩かれてるコメント全部読んでたんで、はい。あれは元気出ました。僕もそうなんですよ。まだね、鈴木さん調子がいいからちゃんと伸びてますけど、下がり始めた頃にがっつり見たいと思います。鈴木 TV が、鈴木さん調子いいから、チャンネル今調子いいから。いや、全然調子良くないですよ。はい、いや、もう下がり始めた頃が一番もがくので、その頃がやっぱり僕は一番楽しいですね。鈴木はいつももがかなきゃいけないとき もがかないじゃないですか。なんかもがく姿見せない人だから、陰でもがく人だから。まあまあまあ、確かにね、そうですね。いや、僕はあのね、あれ、はい、あのね、違うんですよ。あの、もがけばもがくほどどつぼにはまるんで、僕はあの、いい言葉を覚えたんです。はい、いい言葉、時間が解決してくれるっていうのを覚えたんで、はい。もうもがくことはしないと。もうそのままやるだけですね。余計に溺れるんでね。はい。あ、なんか振りが来てますね。倉橋庄司さん、永瀬さん、剣道のモノマネしてっていう。すり足、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 すり足。はい、はい、世界中の剣道家をバカにしました、今。あの、今、あの、はい、誤解があるようですけど、はい、ちょっとしかバカにしてません。はい。いやいやいや、だいぶバカにしてたんですよ。してんの。だから僕らの真似なんでしょうね。三段五段のよろしくお願いしますリアシをバカにしてるでしょうね、多分。そうなんですよ。だから今日やってくれるかと思ったら全然やんないから。あ、全然やりますよ。いや、もう大丈夫です。やらしてよ。逆にそこまで言われたらやらしてよ、本当に。じゃあ、お願いします。鈴木さんも一緒にいいですか？ちょっとダメです。なんで悩んでダメだったの今。いや、やらせてくださいよ。はい、じゃあだから永瀬さんもうちょっと入っていただいて、だから吉木三段さんが剣道三段です、で僕が剣道五段です、鈴木さんが永瀬です、3人合わせて剣道三段五段永瀬です、よろしくお願いします、すり足で OK です。よろしくお願いします。もう一回始めからいいですか？え、なんでだよ。わかる、な、理解能力。いや、わかんない顔だけちゃんとできてるんですよ。わかんない顔だけちゃんとできてます。俺初めて三段さんよりも偏差値低そうな顔見ました今。誰が広陵高校出身の五段さん、どっこい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 。ちょっと一回いただいて、三段さんお願いします。剣道さんなんです。剣道五段です。永瀬です。三人合わせて剣道三段五段永瀬です。よろしくお願いします。
すいません。はい、はい。地獄ですか。うるさい。小田さん。はい、はい。どういう計算でやろうと思ったんですか、これ。なんかの操作あったんでしょうか。びっくりしてるんですよ、僕。いや、ちょっとね。ちょっとあの三番さんのあの袴が消えたのがちょっと面白かったぐらいで、なんかすり足すると消えるんですよ僕の袴。うん、なんで立ったんだろう。僕も芸歴13年目なんですけど、はい、今の空気は計算外です。あとで式見直しましょう。すいません。すいません。もっと盛り上がると思ったんですけど、すいません。はい、乾杯。とりあえず無理。いや無理でしょう。無理でしょう、本当に。鈴木さんはなんかやってたスポーツがあるんですか？はい、僕はあの野球部で、はい、高校野球までやりまして、はい、3年間ずっとベンチにいましたんで、はい。あれでも中学校推薦で高校行ったんですよね、確か野球の。僕あのはい野球推薦で高校野球まで行きまして、はい、はい、1回も公式戦出ずに終わりました、はい。秘密兵器のまんま。あ、そう、最後まで秘密だった秘密兵器と言われまして、はい、で3年のそれは秘密兵器じゃねえんだ。3年の最後の大会で、はいはいはい、よくピンチになったらこう、はい、選手がピッチャーのとこ行って、はい、伝令ですね、伝令をして帰ってくるってあるじゃないですか、はい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 、あれ本来キャプテンが行くんですけど、はいはい、たまたまキャプテンが忙しくて、はい、僕が代わりに行くことになったんですよ、タイムかけて、はい、で真ん中行って帰ってきて気づいたんですけど、はい、僕あの伝令ミスって伝えてました、はい。ね、なんでそんな簡単な大仕事をミスるかね。結果どうなったかっていうと、はい、あのベンチ全員で大声でちゃんと指示を飛ばすっていう無駄な5分間伝令さんが秘密兵器すぎてね、ちゃんと間違えたってことをみんなに言ったんですね。いやだから多分監督が指示したことを僕が伝えに行ったんですけど、はい、そのフォーメーションが全く違っていて、はいはい、皆さんが大声を出すっていうね。ただ夏の大会ってあの音がすごいです、音楽が、はい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 、一番の勝負どころはベンチからの声とその音楽の戦いでしたね、一番盛り上がりましたね。あそこが忘れられない夏ですね、続けない、はい、あの時の僕の顔がですね、あの3年の最後の試合のそのビデオに残ってるんですけど、はいはいはい、これはやべえぜって顔してましたね。どうしようどうしよう、はい、結果途中から、はい、でも鈴木さん、あ、ごめんなさい、あのどうぞどうぞ、鈴木さんどうぞ、いやどうぞどうぞ、いや鈴木さん、あのやっぱ野球部、はい、なんでかぶしてる、息全然合ってないです、なんでかぶしてる、リモートあるある、リモートあるある、うん、リモートあるあるね、いや、わざとかぶせに行ってるんですよ、2人で。鈴木さん、ちゃんと俺の声聞こえた後反応してやってますからね。あの芸歴10年超えてこういうの覚えるんですよ。はい、でも鈴木さん、高校野球部とかでこんだけいい顔だったら、結構表になったんじゃないですか。まあ、はい、食いまくりでしたね、はい。いや、もっと感じない。もっと言葉選ばないと、選ばない、うん、あ、やりまくりでしたね、はい。あの YouTube で言うセリフじゃねえわ、それ。あ、なんで下に行っちゃったんですか、今。抱きまくり。ダメだ。ダメです、もう。いや、全然悪いです、今のは。全然モテてないですよ、はい。うん、あ、そうなの。はい、あの理由としては、あの僕、性格に難があるんで、はい、大丈夫です。自分で分かってたんですね。ない。うるせえ、お前が言うんじゃねえよ、おい。後輩ですから、ごめんなさい、やめろお前、本当に、はい、すいません、おい、事務所辞めたからって、お前ふざけんなよ、お前事務所辞めたからって、まだ怒ってる、怖い小田さんはなんかその剣道でもう部活でなんかミスして怒られたこととかあるんですか、今みたいな鈴剣さんみたいなエピソードって。僕ですか。はい、僕はあの僕中学校の時に、あの、はい、僕やってないですけど、キャプテンでおとなしかったんですけど、はい、あのもうあの同じチームメイトの子があの後輩を追っかけ回してたんですよ。で、あの本気であのダメなやつなんですけど、あの、あ、物理的に追っかけ回してたんですか。物理的に本気でブチ切れながら追っかけ回してたんですね。ブチ切れながら、ブチ切れながら追っかけ回してて、はい、でそしたらその追っかけ回されたやつがあの道場の入り口のあのワイヤーの入ってる窓ガラスにぶち当たったんですよ。はいはいはい、追っかけ回しててね、
はい、でそれでその追っかけ回されてた人が壊したんですけど、結局先生が来て、はい、なんだこれはっつって、おにぎりしてるのよ、はい、でこれまずいと思って、その一部始終見てたキャプテンの私がちょっと謝りに行ったんですね、はい、謝りに行って真剣に謝ったんですけど、はい、お前いい加減にしろって言われていきなり怒られたんです。何かなと思ったら、はい、僕上学ランで下短パンだったんですよそこなんですかそこでぶち切られたんですかそう、焦りすぎて謝る格好じゃねえだろっつってなるほどね、むちゃくちゃ怒られました、焦りすぎて、もっと周り見ろとかじゃなくて格好おかしいだろなんですねお前ふざけんな、いい加減にしろって言われてねでその時に俺が言ったのがもうコリコリって言ったんですねどういう意味ですかお前が一番言うセリフだ、世界で一番君が言ってるセリフですよもうコリコリ僕ね、はい、そう、昨日僕の相方が出てたんですもんね、はい、はい、出てましたね、もう裸になったりもやりたい放題でしたよ、あ、本当に、あら、はい、珍しい、だけどすごいなんか今日の鈴健さんを心配してましたね、よろしくお願いしますって、今日も一日一緒に仕事してたんですけど、今日一日6回ぐらい相方よろしくねって言ってました優しい、それは多分ですけど、はい、そのせんさんと、はい、会話する内容がなかったからだと思いますあ、そっちだったのね、そうです、はい、そっちです、はい、その可能性も、6回も言ったらそうですよね、そう、間が空くのが嫌だったのかな、うんうん、なるほどね、そんな鈴健さん、僕の先輩の僕をいじってきますけど、はい、2人で一緒に大阪旅行とか行ってますからいや、あれ、はい、あれ旅行じゃないですから、はい、そうだよね、罰ゲーム事務所ライブで、はい、罰ゲームでその線と僕が大阪まで、行ってくるっていう罰ゲームがありまして、はい、本当に地獄でしたね地獄だったね、はい、いや大阪まで行ったんですよ、しかも、はいはい、そのライブのその足でそのまま新宿の高速バスに乗っていくんですけど、はいはいはい、まず第一にその線が太ってるんですね、はい、あ、そっか、はい、夜行バスだから狭いんですね、でそう、安い夜行バスなんでもうギチギチなんですよ、もう今だったらもう密で絶対ダメなやつなんですよまあ今だったらね、そうですね、しかもプラス若干先輩なんで任せとけって言いつつ、この人が撮れたかゼロなんですよ、はい、面白い動画を撮ってくるみたいなやつなんですけど、この人何もしないんですよ、はい、はい、はい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 、プラス夜行バスでこの人のいびきのせいでめちゃくちゃ目立つんですよ、はい、で起きたら鈴健大阪俺に任しときって言うんです、はい、本当に五段のいびきっていうか、どこでもすぐ寝るじゃないですか五段って、いや寝る寝る寝る、はい、この前一緒に泊まった時に五段枕がなかったのか分かるんですけど、部屋に置いてあったサッカーボール枕にして寝てますから、ね、ね、それは結構見ますよ、珍しくない珍しくない、うん、すぐ寝てましたもん、サッカーボールでこんな寝つきいい人いるんだと思って早いからね、どこただどこでも寝れるっていうのは武器だからね、リアルのび太くんのペースですよね、うん、のび太くんにも負けないからね、どこで対抗は張り合わなくていいでしょうよ、はい、鈴木さん大丈夫ですか、後ろはカード番号出てますけど大丈夫ですか、みんな、あ、大丈夫です、こちらのカードもう止められてるので大丈夫です、はい、本当のカードじゃないですよ、なんで本当のカードって言うんですか、なんで本当のカードじゃないって分かったんですか、いや大きさですよ違う違う、全員分かってた、でじゃなくて、これお笑い教科書の4ページ目載ってます先生、僕は56ページでした、はい、あ、結構進むのね、結構後の方にあるやつね、なんかコメントなど来てますか、コメントいっぱい来てますよ、ガイムさん、永瀬だ、あ、どうも、あれすごい、なんか聞いたことある名前が、黒沢正則さんから昨日来てくれた、ね、引き出しが永瀬一つしかないんでよろしくお願いいたしますうちの相方全然分かってないですね、何個あるの、2つです、二つか、はい、もう一個何、もう一個何よ、あ、カトリ君のモノマネがあるんで、カトリ君ね、はい、モノマネだけはさあですね、はい、マティムさん、こういう鈴剣もいいね、あ、マティム来てくれたんですね、ありがとうございます、あ、リスナーの方ですね、あ、僕が抱いてるお客さんです、はいあんま言わないでそういうこといいな、あんまストレートに言っちゃダメなんですよ、後で鈴剣写メ送って
この二人何なんですか、もう気になっちゃった、気になっちゃったつむつむみちこさん、クロちゃんだ、はい、あ、これみちこさんも僕が抱いてる人です、はい、めっちゃちょっといい、じゃないですよ、冗談なんだ、じゃあ後で ミクシーで調べてみるわいるかな、いるかな、モバゲーです、モバゲーの方です、これなんて読むんだろう、アセリさんっていうのかな、アセリです、はい、アセリさん、はい、アセリさんも僕が抱いてる人です、はい、すごいな、いや、すごいな、忙しいね、あの、言っときますけど、はい、このチャンネル出るって、はい、めちゃくちゃ告知しましたから、はい、優しい、鈴木さん、それちゃんとしっかり見てますね、私もちゃんといいねつけてますんでありがとうございます、ね、素晴らしい、まあ、鈴木さんいらっしゃるとやっぱりね、今日チャンネルもすごい多いですね、たくさんの方見ていただいてます、ありがとうございます、本当に、はい、やっぱ数字持ってるんで、はい、数字持ってる男は違うね、イーヤーさんからまさかのコメント来てます、はい、え、ミクシーって何ですか、いや、わかるだろ出た、長瀬さんが驚いてる、長瀬さんが驚いてる、あの、ミクシーミクシーって、はい、何ですか、分かんないのかい、やばいな、偏差値やばいな、今日すごいですね、なんか鈴木さん三段五段に質問したこととかありますか、なんか、そうですね、はい、これ聞いていいのかな、いいです、はい、あの、あ、うん、あの、好きな食べ物何ですか、絶対聞いていいですよなんでそんな悩んでたんですか、それ一番聞いて欲しかったやつやん。いや、あれ、鮭なんだ。あんなにツイッターでラーメン食べてる画像上げてんのに、鮭なんだ。鮭なんか。あんなラーメンしか食べてないのに。あの、三段五段さんはあれですか、やっぱり今、ロケができないんですね、完全に。そうですね。そうですね。はい。あれ、鈴木さんは自宅ですもんね、撮影は。なんで知ってんすか。だいたいそうだろ。ちゃんと見てるかこっちは。ちゃんと回転数上げてんねんこっちは。あなたと違って。優しい。最近思いだこっちは。最近。何アクアタイムズ。やんちゃな人のやんちゃな人のありがとう出た。やんちゃな人の。あ、つむつむまちこさん。あ、違いますね。マティムマティムさん。はい。毎晩のように抱かれています。なんとつむつむまちこさん、はい、マティムさんと同じく抱かれてます、ふ、大忙しですね鈴木さん、え、何鈴木さん、何スーパーフリーとかなの、わかんない、よしきもわかんないでしょ、わかんないですね、はい、やばい、熱い、間違いない、分かってないよ三段さん、五段さんが処理してくださいよ、それは。三段さん、はい、あれ今の分かんないですか、いや、虹の黄昏さんかなとはちょっと思いましたけど、ああ、だその元ネタなのよ、元ネタ、あ、そうなんですね、そう、さあ続いていきます、急に行くね、じゃ違うんですよ、鈴木さんね、やっぱりね、女性コメントがすげえ多いですね、モモンキンさん、モモンキンさん、お、モモンキン来てくれたんですね。え、ワオ。はい。モモンキンさんも抱いてます。はい。すごいな。モモンキンさんも女性なの？モモンキンさんも多分女性でした。はい。あんま確認してないですね。抱いてるんじゃないんですか？はい、大丈夫ですか？あの、僕としてはもうどっちでもいいので、はい。そこに愛があれば、はい。はい、ああ、そういうことですね、うん。かっこいいこと言ってんのかな？わかんないけど。アセリさん、遠方ですが。ずっとウィンクがダサいですよね。ごめんなさいね。あの、アセリさん、はい、遠方ですが、こっちょり合ってます。全部何なんですか、それ。特に何も浮かんでないときやるやつ。動きでやる笑いね。サイレントだし。抱いてますの一抜きできたんですね。うん。うんじゃないよ。なんだよ、うんじゃ。ガイムさん、プレイボーイですね。なんもないやつやで、これ。なんも浮かんでない、また。なんもないやつ。いや、あの、三男五男さんのお客さんが、はい、どのテンションで来てるかまだつかめてないんで、はい、とりあえず顔だけでやってるんですけど。いいと思います。鈴木さん、そんな感じであと5分で終わりますんで、頑張っていきましょう。え、もう終わり？
いや、違います。あと25分流してるんですよ。はい。30分目処ってことですか？30分目処でございますね。3時間番組じゃないですか？はいはい、いや、違いますね。持ちますかね、3時間。そんなこと言いますけど、あの表情で3時間持ちませんからね。いや、あれ、2時間半ならいけますよ。はい、結構スタミナある。野球部だからかな、やっぱり。メンタルもやばいな、あの人。いや、結構ね、YouTube もそうなんですけど、はい。はい、最近毎日、ライブ配信ってやつですか、この YouTube もそうですけど、はい。最近毎日やってるんですよ、もう。家にずっといるんで。すごいよね。すごいっすよね。だって家で配信して喉潰したことないでしょ。いや、ないないない。はい、確かに。まあ、僕もないんですけど、はい。ないんかい。あ、お笑い教科書何ページ目でしたっけ？これ、はい、付録。で、ね、本編に書いてないんだけど、付録に書いてあるやつ。あ、4ページじゃないですね。そう、6。あ、動きが違いますもん、さっきと確かに。そう、まあ、僕も今日はやっぱ鈴木さんから学ぼうと思ったので、やっぱ動きで笑かすって大事やなと思います。あ、はいはい、ちなみに僕の動きは先生から学んでるやつなんで大丈夫です。お互い学び合いね、学び合いね。ウィンウィン、ウィンウィン、ウィンウィン。全員がじゃあもう師弟関係ですね、この3人は。そういうこと、そういうこと。何？そこ違うんですか？なんでそこ突き放すんですか？あ、つむつむまちこさん、ポコチャ。あ、そうです、ポコチャってアプリでもやってんですよ。はい、あ、どうですか、いいですか？にいい、楽しい感じですか？あ、よくできてますよ。はい、ぜひよかったら偉い人紹介しますよ。はい、偉い人紹介か。偉い人紹介できますか？なんかいろんな手短に教えてよ。偉い人返さないでいいから手短に教えてくれよ。すごいな。姉丸さん、あ、平林さん、こんばんは。こんばんは。あ、こんばんは。姉丸さん、スクショタイムはありますかってことで、ちょっと恒例のですね、はい、今日は また変顔ですか？また、なんかありますか、三男さんリクエストがあれば。なんか、いや、リクエストとかないんですけど、なんか変顔以外なんかないかなと思って。そうですね、なんか鈴賢さんの永瀬さんのモノマネをしてる時の、はいはい、顔、あ、いいじゃない、僕と三男と五段が真似しません？はい、僕と三男と五段。3人いたね、2人いるんですか？2人いるんですか？はい、2人いるんですか？僕と三男と五段。確認ですけど、私は天然です。ご覧さん、一番好きな子です。イチャイチャしてんじゃねえよ。鈴木さん、なんかあります、なんか永瀬さんのどん なんか顔をしたらモノマネできるみたいなのとかあります？あ、いい、モノマネ講座。はい、そうっすね、永瀬さんのモノマネって、なんで今くん付けしましたけど、なんか大丈夫ですか？あ、僕フジテレビで共演してるんで、すいません、ちょっと、はい。すごい。先日うちのガヤもお疲れ様でした。あ、どうも、内側に2秒映った人です。イエーイ。あれ、五段さんもなんか出てませんでしたっけ？え、私も出てました。画面を12分割して一番左上に3秒半映りました。イエーイ。負けた、負けた。12分割ですからね。僕、リアルタイムで見てたんですけど、はい、すぐ分かりましたよ、先生って。そう、みんなに言われた、すぐ分かったって。うん、すぐ、本当すぐ分かりますね。やっぱ目立ってますよね。相方の方が分かんなかった。ああ、確かに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 。大丈夫、相方、へそ曲げてませんでした、大丈夫でした？はい。めちゃくちゃ歯食いしばりながら、ネタにしてやるって言ってた。いや、あいつね、結構気にしいなんですよ。で、めちゃくちゃ悔しい時に限って、はい、鈴木のためを思って目立ちませんでしたとか言いますから、言ってませんでした？それね、4回ぐらい聞いてますんで大丈夫です。いい相方さんよ。こんななかなかいいコンビないですよ、本当に。モノマネ講座でしたっけ？あ、そうですね、ちょっといただきましょうか。はい、こんな感じです。あ、それそれそれ、ストップストップストップ。手こうして口を開けて、なんでやめちゃうの？なんでやめちゃうの？スクショタイムだって言ってるのに。
わかりました。じゃあ皆さんうちにあるまず大きいオリコカード用意してください。いや誰も持ってない誰も持ってないの。ちっちゃいのもまだ申し込んでないから。ちっちゃいのも申し込んでないから。ちっちゃいのもよろしくお願いします。はい。ありがとうございます。ちょっと横。この角度っすね。はい。で、二間にしわ寄せる感じ。よしきくん。はい。背景が邪魔です。これはこんな感じ？ちょっとあごら口半開き、鼻も開ける。あ、いいね。3秒ストップできます。3、2、1。はい、OK! あの、先生。はい。ブスでしたよ。俺ね、見て思ったんですよ。ブサイクだなと思って。そんなことないです。ご覧さん、警備業界ではモテます。おい、やめろ。やめろ。サンナ、お前いじってんだろ、お前。いじってんだろ、お前。いや、いじってとかじゃなくて、小田さんがこの間急に、いや、俺最近、警備でモテんだよね。ってガチのトーンで話してくるんですよ。ガチのトーンで。いや、どこでモテようとしてるんですか。だから僕も、そうなんすね、みたいな感じの、めちゃめちゃ弱い返ししても、いや、なんかさ、また話し始めるんですよ。モテたことないんだから警備業界ではモテさせてよ本当にもう。いやでもあれでしょ先生は、はい、剣道をやってる時モテたって聞きましたよ。僕は剣道やってる時はあの剣道強いってだけでちょっとラブレターもらったりとか物もらったりするんですよ。あ、それ聞いたのは、はい、それ聞いたのがあの、はい、先生の奥さんから聞いたんで、はい。すごいですよ。じゃあでも俺面つけてる時は試合でさ勝つじゃん。だからかっこいいかっこいいってやんじゃん、はい、で面取るとさみんな逃げていくんだよね。やかましいわ。だってあの面取っても面のサイズですもんね、はい、そう 面のサイズ。まず面近づいてきて、あこの人面大きいなってまず確認になって、面取った瞬間に顔でかいなってやかましいわ本当に。ノリ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 村さん。平林さんからコメント来てます。三段五段に会いたい、はい、あら、いやぜひね、すごい。あせりさん、しんごちゃんとも共演したよね。あ、どうも、僕スマップとも共演してるんで、すいません。すごくない？そう、ほんとすごいですよね。あ、おなんか思ってたんと違う、うん、あ、ありがとうありがとう。いやいや、すごいすごいすごい。いや、だからすごくないよって言えるわけないじゃないですか。そう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 。あ、そっか、共演したことないんだ。そっかそっか。鈴健さん、はい、三段五段にはアスカさんがいます。一緒に試合出たね。一緒に試合出た。あと リーダーもね、リーダーもね、リーダーそう、すごいありますよ。すごいメンバー。あとね、三段さんはね、この間あれでしょ、あのテレビ見ましたよ僕、はい、ね、あの行列、はい、行列で行列、吉沢亮さんの胴打ちと小手面を受けて、ね、はい、実際どうだったの受けたら、はい、実際吉沢さんどうだったの実際受けてみたら、めちゃくちゃいい匂いしました。いやそこじゃないのよ。そこじゃないですか。え、はい、そこじゃないの。うん、そこじゃないです。ふわーってふわーっていい匂いして、ふわーじゃない、ふわーって。え、そのさ、裏話とかはさ YouTube 上げたんですか。ツイッターにそういうのは、あれ、はい、投稿しましたね。また三段五段さんのチャンネルってこう、また、なんか、あれですかね。はい。あの、ねえ。なんか言いたいことあるけど、すごい濁した感じで。ねえ、はい。あ、三段さん。はい。この顔のトリックに引っかかちゃダメですよ。今のは、スルーすればするほど、鈴木さん、はい、顔こわばりますんで。いや、で本当に落ち着いたらちょっと出してください。でコラボしましょうよ。はい、あ、だからしたいなと思ってるんですけど、はい、なんか相方さんからちょっとちらっと話聞いたんですけど、何ですか？鈴健さんは、はい、なんかギャラがないと出ないんじゃねえかって話をずっといただいてるんですね。いやいや、先生、何、僕はギャラがないと出ないです。ちゃんと言われましたわ今。いや、だから違うんですよ。みんな勘違いしてるんですよ。
はい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 、僕はギャラがないと出ないんじゃなくて、やる価値がないものは出ないんですね。はい、かっこいい。じゃあ結論か、結論も今まとめてると、短い文で表すと、うんうん、はい、仕事を選んでるってことですか。だから三段五段は出ないです。出ない、直接言ってんじゃない。出ないんかい。さっきコーラは小野さん、小野さん、それお笑い教科書何ページ目ですか。はいはい、これはですね、あの、はい、2巻に載ってます。2巻の目次に載ってます。その五段さんのお笑い教科書って10ページぐらいしかないですか。そう、薄いから冊子が、冊子が、冊子だ。面白いね。あ、うん、ということで、あ、つむじさんこんばんはです。こんばんは。わ、似てる。てんさんこんばんは。あ、てんさん、あれ、これも鈴健さんのあれですかね。はい、抱いてます抱いてます抱いてます。すごい抱きすぎやな。体よく持つわ。いや、ただ見てくれてる方ですよね。何言ってんのお前みたいな目しないでください。僕間違ったこと言ってるのかな。真偽は分かるんですけどね。うん、あと、これあれですか、毎日やってるんですか。一応先週から始めてみたんです。はいはいはい、で、まあ、いろんな人を呼んで、ちょっと僕ら剣道ができない代わりに、ちょっと剣道を全国のね、あの剣道をやってる方たちにちょっとでも笑顔を届けたいなと思い、元気づけようと思いまして、はい、ちょっと始めてるんですけど。あの、だとしたら、はい、全然剣道の話してませんけど、いいんですか。言ってよ、もうどんだけメトロノーム。きちいきちい。五段さんは笑顔にしたくてやってるんですから。そう、笑顔にした、とりあえずね、いろんな人を元気にしたくてやってるわけなので、だ、剣道の話もしてくださいっていう、はい、クレームもいただきます。クレームいただくんですか、やっぱり。ご意見で、ご意見、ご意見。ご意見ね。ですけど、やっぱりこう鈴剣さんに剣道話しても、だって、剣道知ってます、あんま知らないじゃないですか。知ってますよ。やったことってあるんですか。はい。いや、知らねえな、こいつ。全然知らない顔してたよ。いや、あの、結構僕好きなんですよ。剣道とか、柔道とか。はい、結構、スポーツ全般僕見るんで、はい、はいはいはい、で剣道を見て思ったことは、はい、あ、剣って本当に持ってるんだと思いましたね。誰か近くに人、ちょっと一回頭はたいてください。これ近くにいる人、鈴木さんの近くにいる人、いてほしいですけどね。もうダメですよ、鈴木さん、ノープランで話し始めたら怖いんですから。今の時間だけちょっとなかったことできませんかね。生配信です、ごめんなさい。生配信なんで。生配信です。生配信なんで、いいな、顔がある人はいいね。あの、顔がある人はいい。芸歴11年でゲットした唯一のカードです。はい。一個ね、一個ね、一個ね。サンナさん。はい。あのですね、アセリさん。サンナさん、バンド系で似てる人がいるんだけど、名前出てます。バンド系だけど、はい、あ、誰なんだろうね、誰か、あ、あれじゃない、レミオロメンじゃない。いや、僕めっちゃ好きですけど、レミオロメンじゃない、こう見たらなんかレミオロメンじゃない。レミオロメンって、あの、どの、例えばボーカルの藤巻さんのこと言ってるのかとかも。そうそうそう、藤巻さんの持ってるギターに似てんじゃない。僕ギターに似てるんですか。いや、っていうか、ぶっちゃけた話、はい、レミオロメンの藤巻さん以外みんな顔知らないでしょ。絶対そうだと思いました。知らないでしょ、あんたたち、うん、さあ、どんどん来てます。五段、アセリさん、五段さんは河本に似てる。 あなたに打つ小手面はね。いや、俺、一瞬にしてはね、やってる方よ、三段さんね。鈴木さん苦笑いだけど、サンナさん俺頑張ってる方だよ今日。メトロノーム。いや、先生めちゃくちゃ面白いです。めちゃくちゃ面白い、うん、今日の五段さん調子いいです。あのね、会った五段さんで一番面白いです、はい。いや、やめろやめろ。長い全然笑ってないですけどね、鈴木さんね。
2位は初めて会った時行った、はい、あの魚屋道場の先生です。はいはい何があったんですかそれ。調子がいいから、調子がいいから。もう10年ぐらい前の話ですけどね、はい、難しいね。さあ、アセリさん、そうそう、藤巻さんだって言ってます。だから藤巻さん似てるんですよ、まあ、ちょっと髪型も今似てるよね、うん、そう、まあ、そうですね、ちょっと今マティム・マティムさんも藤巻亮太くんの影に似てるって。影影ならもう大体身長とか一緒だったらみんな似てるじゃないですか。だから藤巻さんじゃなくて、藤巻さんが晴れてるところを歩いてる時の影に似てるそうです。ただ身長と体型同じだけなんですよ、それ。そう関係ないですよ、何にも。あ、でもさ、ちょっとふっくらした、吉木三段は。ふっくらした、まあ、ちょっとふっくらしたかも、でも全然わかんないですね。ちょっとでもふっくらした気がするけど、やっぱりちょっと似てるよね。ああ、ちょっとで、ちょっと似てる。僕でも最近あの YouTube でなんか、うん、これ15分踊れば痩せるみたいなやつやってるんで。あの3段はい、それ俺もやってる。あ、ありがとうございます。え、あの女性のやつ。はい、めっちゃ頑張れるんですよね。あの終わった後あざとい先生だよね。はいお疲れ様でした。ちょっとエロいんですよ、あれが。めちゃくちゃエロいんですよ、ね、はい、頑張れる。うん、小田さん、なんかコメントお願いします。いや、なんか2人とも楽しそうやなと思って。いや、あれ、それ3段はさ、歌歌えるの、はい、歌歌えるの。歌は、はい、まあまあまあ結構、尾崎豊さんとか。いや、だからそこレミオロメン覚えたらさ、お金になるよ。あ、でも、もの、でもね、レミオロメンだって歌うもんね、サンナさんね。こなーゆきサンナさん、サンナさん。はい。鈴賢さんよりうまいです。ありがとう。いやいや、だ俺がここだとしたら、今の吉木、はい、ここだね。超えた、超えた、超えた。いや、めちゃくちゃ下手でしたね、僕。鈴賢さん、あれですよね、なんかあの、スマップの、あのモノマネスマップでなんかオーディションかなんかするときになんか歌ったんですよね。あの世界の中のあのそこまで丁寧に踏んなくて大丈夫ですよ。はい。そうですか。そうすか。ちょっとあの話いただきたいんですけど。あのモノマネスマップっていうに、ね、あの僕は入らせていただきまして、はい、で収録の前にですね、歌録っていうのがありましてスタジオに行くんですけど、本当いいスタジオでございまして。はい、まあ、モノマネスマップ5人がスタジオ入ってこうね、イヤホンして、で本当ガラス張りの向こうにあのお偉いさんが全員、そのプロデューサーディレクター全部いるんで、作家さん、はい、すげえ空気でいるんですけど、はい、僕が歌った瞬間ガラスの向こうのお偉いさん全員立ち上がりました、はい、すごい起立効果があります。起立効果、はい、でその後 AD さんが走ってきて、はい、まあ、その時の歌が世界に一つだけ花だったんですけど、はい、はい、まあAD さん走ってきて、はい、鈴木さんこの歌知ってますって聞かれました。あの名曲を、はい、日本中の誰もが知るあの名曲を。はい、だからちょっとだけあの知らないふりしました。感じ悪い、感じ悪い。おい、その話は何回聞いても面白いね。ノンフィクションですからね、本当に。はい、そうやな。さあ、ということで、すみません、ちょっとお時間ですので、はい、鈴木さん、なんか告知と何かありますか。あの、本当にね、今日はお邪魔させていただきありがとうございました。あの、はい、僕もね、水炭水耕鈴賢チャンネルっていうのがありまして、通称、鈴賢 TV っていう YouTube やってまして、うん、やっと最近、あの、はい、収入になってきたんで、はい、皆さん、よかったら登録お願いします、本当に。はい、いや、すごい、圧がすごい。お願いします、本当に。頼みます、本当に。はい。お願いしてる態度じゃねえな。本当に、でもね、こうやって三段五段さんのね、すごい、こう、チャンネル見てると、コンセプトがしっかりしてるんで、はい。いいなと思うんですけど、僕のチャンネルは、あの、コンセプトがないのがコンセプトなんで、はい。よかったら見てください。はい。最終的には僕がラップしてます、はい。見ました。ラップ今度聞きたいな、うん、今度ぜひラップしましょう。だから、ね、また剣道ラップとかやりましょうよ。あ、いいっすね。うん、で、なんか曲にしちゃえばいいじゃん、オープニングとかの。確かに、三男さんラップ得意ですもんね。よ、うん、よ、
よ、三段、イエイエブン、イエブン、ブン、ブン、イエブン、イエその線、お前はずっとこの線ばっか狙ってる、ゴテゴテの男、イエゴテゴテ、そんなの待って待って、お座り、そんな五段にコテ、はい。ブンブンやめてくださいもうやめてくださいやめてください三男さん、はい、今のミリオンセラーいやありがとう優しい五段さんいや五段さん五段さんはい今のは、はい、ダブルミリオン、優しい世界あのすいません終わっていいですか まとめさん、やっぱり鈴木は口パクが上手モノマネ番組とかこれ口パクなのかないやあの前回のモノマネ番組だったんですけど最近のね、はい、ちょっと前出れたんですよ、はいはい、ジャニーズ軍団3組出たんですね、はいはい、モノマネ時をモノマネ嵐、モノマネ木村拓哉さんがあったんですけど、僕だけ口パクでした、はい、でもちゃんと映るよね、うん、そうですねやっぱそれはやっぱり、ねはい、口パクに見せないもんねいやあのもうマイク使ってないんで口パクとかじゃないですよねもうね、はい、あれはもうリップシンクです、はい、なんですか今の忘れてください。お、よかった。サンイズさん、よかった。間に合った。ありがとうございます。すげえ。鈴木さん、最後ですね、ちょっとこの視聴者の皆様にですね、ちょっと永瀬智也さんのモノマネで、ちょっと締めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっとじゃあ、衣装とか準備してもいいですか？もうしてるんですよ。がっつり。いいですよ、もうね。がっつりですよ、もう。ウエストゲートパークの永瀬さん。下手くそだな。お願いします。はい、あ、どうも本当皆さん今日はありがとうございました。本当に、うん、まさか皆さんがこうやって見てくれると思わなかったんで、本当皆さんありがとうございました。どうもありがとうございました。それでですね、本当皆さん見てくれて本当ありがとうございました。本当にありがとうございます。